花嫁さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、PayPay も増税後最大 5% 還元が確定ということで、今回お題の通りの内容なんですけども、PayPay も増税後の 5% の還元が決まりましたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。今回も公式ページを参照しながら見ていきたいと思うんですけども、キャッシュレス消費者還元事業とはということで、2019年10月の消費税引上げに伴い、キャッシュレス支払いを行った消費者にポイント還元される国の制度ですということですね。下の方を見ると、PayPay の、保証金制度の対象事業者となることが決定し、PayPay ユーザーへ通常付与している PayPay ボーナスに加えて最大 5% 還元することになりましたということですね。で、公式ページにも少し続きがありまして、キャッシュレス消費者還元事業のポイントということで、これお店側のことだと思うんですけども、決済手数料の3分の1を国が負担、消費者の負担減で購買促進、釣り銭準備が不要、現金関連業務から解放ということで、管理もしやすくなること含めてお店側からしてもメリットはかなり大きいですよね。こちら補足なんですけども、これまで僕の動画ではキャッシュ、そして楽天ペイも増税後の 5% が発表されていました。そして僕全然気づかなかったんですけども、視聴者さんのコメントでオリラインペイもすでに発表されていたみたいなんですよね。ということで、実際にその公式のリンクをですね、確認したら、オリガインペイも消費者還元事業について登録されていましたね。そして、オリガインペイ 5% とキャッシュ 5% の組み合わせで、最大 10% も可能なのかなっていうふうにちょっとニヤニヤしてしまいましたね。どちらにしても、期間としたら増税後の今年の10月からなので、こちらはもう楽しみに待っておきたいなと思っております。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。 PayPay も増税後最大 5% 還元ということでした。増税までですね、お店側も消費者側もキャッシュレスに少しでも近づいてくれるといいですね。ということで、チャンネル登録、グッドボタン、あと Twitter もしてますので、 Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。